大占い元は、新末民発の軍人。北京政府、直令派の有力者で、湖北省を統治した。李潤、陳公園と共に、長江三徳の一人とされる。字は四春。Y 軍の流名伝部隊の兵士から軍歴を開始し、1886年、天津部備学堂第一期で学んだ。1890年に卒業する。 総計の武志軍に加わり、日清戦争に参戦した。1895年、天津昇丹で、遠征外の新し権力軍に加わり、皇帝栄大官となった。1902年、北洋常備軍風評隊、第七衛艦隊となり、翌年、不評隊、第一氷頭隊に昇進した。1904年に、遠征外鉄梁が、 北洋陸軍六個鎮を編成すると、大占い元は、第二鎮府評隊、第三協統領に昇進した。その後も、順調に昇進し、1911年4月、陸軍共都遠いを授与されている。同年10月、武将危機義が勃発すると、王の第三協は、第一軍に編入され、表国指揮下で、革命軍鎮圧に従事した。 11月末には、王の部隊は、李順の部隊と協力して、関陽を革命軍から脱会する。この軍港により、王は、第二鎮統制に昇進し、福都遠区組を授与された。1912年、中華民国が成立すると、鎮は死に改められ、王占い元率いる、第二死は、補定に駐屯した。九百十三年、二次革命が勃発すると、 王は、革命派の鎮圧に従事した。この軍港により、陸軍上昇区組などを授与されている。1914年3月、読みなみ総秘総司令を兼任して、白明討伐に従事した。4月には、湖北軍務方便となった。1915年、遠征外の皇帝即位を支持し、10月、総意将軍の位を授与された。 12月、円の皇帝即位とともに、王は一等皇に封じられている。同月、五国戦争が勃発すると、王は上部将軍、ただしに古北軍務に任命された。円政外が1916年6月に死去すると、翌7月に、王は古北特軍県民政庁に任命された。府印の争いでは、国務総理団気遣いを支持し、 他省の特軍たちと国会の解散を要求するなど、相当霊言広しに圧力をかけた。しかし、氷国省率いる直令派と団率いる暗記派の争いでは、王は直令派の重要人物となる。五法戦争を起こした南方政府への対応をめぐって、武力統一を唱える団に対抗し、和平統一を唱える票を補佐した。団気随が、 湖南省に南方政府討伐軍を派兵しようとすると、大占い元は、チャンス特軍、李ジュン、厚生特軍、陳公演と共に、これを阻止する姿勢を見せる。結局、団は、湖南西伐を断念した。これ以降、李王、陳の三特軍は、長江三特として、国政で注目を受けるようになる。1919 19年12月に、 氷国将が病没すると、宗根が直令派の指導者となった。王は引き続き、その有力支持者となる。1920年6月、王は、両古巡越氏に任命された。翌月の安直戦争では、安期派の長江上、有宗寺令クレヒカリ神を逮捕して、その軍を没収している。これにより、王の誠意は拡大された。 晩年の大占い元しかし、大占い元の古北統治は過酷で、省内の各階層から不評であった。また、部下の兵士たちも、給料支配等から繰り返し反乱を起こし、古北社会を混乱に陥れている。その結果、1921年6月、将軍の超公敵と連合した古北省有力者の、小作品や高校、李所城らが、 東王運動を開始した。8月5日、通り城を奪われた王は、双魂と、ご配布に救援を求めた。しかし、僧ラは王を見捨て、河南省中屯の省洋南の第25子及び、雲三佐後の第8魂聖旅を、湖北省に介入。抵抗し得なかった王は、翌日ゲアを表明して、天津に逃亡した。これ以降も、王占い元は、 直令派の一員として活動を続けた。しかし、湖北統治の失敗により、軍事的、政治的力量は大きく損なわれ、国政への影響は限定的なものでしかなかった。1926年9月、五省連軍司令、孫連邦の劇に応じ、王は訓練総監に任命され、中国国民党の北伐を阻止しようとする。また、 1928年4月、王は、長作林から、陸軍検閲史に任命された。しかし、それから間もなく、北京政府は、北伐軍により倒されてしまった。国民政府時代になると、大占い元は、実業界に転身した。王は、それまで貯蓄していた、莫大な資産を不動産、各種工場、銀行などに投資して、大きな利益を上げている。 1934年9月14日、天津にて死去。去年74。ありがとうございます。